積雪が全国で一番の156センチとなっています。この影響で市内を走る沿岸バスは今日も終日運休で小中学校もすべて臨時休校となりました。こんなに一変にこんだけ降るな珍しいですよね。初めて出ないかな。今朝の道内は放射冷却の影響で各地で冷え込みました。 最低気温が全国で一番低いマイナス24度を観測した陸別町では川の上に氷の結晶が花のように咲くフロストフラワーが見られました。この寒さの中、函館の湯の川温泉では40匹の猿が温泉に浸かり心と体を温めていました。こんなに寒いとは思わなかったですけど、<laughs> 一瞬に入りたいですけどね。<laughs> きょうの道内は昼間も気温が上がらず、各地で真冬日となる見込みで、つるつる路面にも注意が必要です。